ジャスティングです。シブルです。あ、フィリピンファニーベンです。今ね、セブ島の IT パークにいてます。これね、見て、ビルだらけ。まあ、日本で例えたらね、六本木みたいなところかな。わかる？六本木って。わかりません。六本木。何の意味ですか？説明するのなかなか難しいからやめとこう。で、まあ、今からね、何するかっていうと、この IT パークの一角にすっげーディープな場所が一つ存在する。それがここやねんけど、これこれこれ。この家すごいのにいっぱい立ってるやん、まあ、この道は結構俺通ったことあんねんけど、このね、なんていう塀って言ってないか、壁の向こうにはね行ったことなくて、どうなってんのかなと思って。ほんでベンと一緒に、まあ、今から行こうと思うんだけど、ベンはあれ行ったことある？あ、行ったことないです。あ、行ったことない。行ったことない。でもあ、こっちの町はどうイスラムをね住んでますから、私は、本当の危険です。でもどう？危険ですね。で、あ、初めてだから。でも今は入りたいだから。でも やりましょう。もういきなり結論やし、やりましょう。持って行き方すごなかった。とりあえず今からね、この塀の中入っていって、あの中がどうなってるのかっていうのを今から見てございます。じゃあ行こう。うわー、一回さ、ベン、あの人らにさ、これ中入っていたって聞いてもらって。あ、マン、ボテミもソデレミア、ウテルギュミニョ。あ、ボイディナー、ボイディナー。オッケー、大丈夫だって。あ、大丈夫。あ、大丈夫。はい、入って。あ、オッケー、オッケー。お、入って。シューティングオッケー？オッケー。オッケー、シューティング。じゃあちょっと中入ろうか。じゃあ入れます。ちょっと家一回行ってみよう。まず。オッケー。これがいいじゃん。絶対日本人ここ入ったことないと思うで。うわ、あんなビルのさ、うわ、綺麗に立ち並んでる、ほんま横これやから。すごいな。なんかサリサリストア。なんかカルボンマーケットの裏側みたいな、なんかイメージ。うまい。Wi-Fi です。Go ピースに入って、携帯で総合、言ってます。そう。あ、だからこれ、Wi-Fi 持っている人が少ないから、ここで Wi-Fi のお金、なんて、5ピースを入れて、Wi-Fi 使う。あ、これも1ピースと5ピースと10ピース。1ピースでこれ何秒ぐらい使うの？5ピースは1時間ね。あ、1ピース。1時間。1ピース。あ、1ピースは多分20。20分ぐらい。ほんなら1ペソさ、3ペソ入れた方がいいやん。でも5ペソはもう1時間、ね、で1ペソは20分。ほんなら1ペソ3回入れた方がいい。これは何？ちっちゃいのお店にロト。これロトあるで。ロト。中です。すげえ。ねえ、セキュリティロトしてる。なんで？仕事中ロトしてるからしいって。あ、危険です。危険です。危ないです。危ない。犬危険。犬危険。マヨン、ブンタグ、これさっきの人たちだね。ハロー。マヨン、ブンタン。マヨン、ブンタグ。You are baby? Oh, very cute. Can I touch? あ、うまい。めっちゃ怯えてない。顎ひどい。この中がどんな街なのかっていうのをちょっと一回聞いてくれ。フィラムがこうやってね、あれは7年ぐらいに住んでいます、うん、こっち。あ、7人で今この家に住んでる。これ家の中ってさ、見させてもらえるから。貧乏おお、いいよって。みんなは貧乏の人ね。貧乏。
貧乏。貧乏。自分たちで貧乏って。貧乏はポールポール。あポール。ール。いやもう自分たちで言うってことは貧乏じゃないわ。貧乏。せやな。今の貧乏の人絶対言わへん。言わへん。すげえ。あそこよかもさん。あこのキッチン。キッチン。あすごいね。これじゃない。何作ってるの？あ、何もないわ。OK？ あ、どういうの？What's that？ これ何？うん、誰か寝とる。あの、びっくりしちゃうな、この人。いきなり開けて日本人立ってたら。Have you come Japanese here？ Never, never. あ、never。だから俺初のジャパニーズかもしれない。あ、もうネベネベ。え、初？ファーストタイム。ファーストタイム。ジャパニーズ come here？ あ、yes。うえ。すげえ。でどんな人かも分かってないの日本人。いきなり家に入れてくれるっていうのほんますごい。いや、だって多すぎるやろ。ありえへん。ありえへん。へえ。じゃあ今ここにこの人の家があってここはいや。For me there。え？OK。で上行く？これ上すごいでこの階段。これ。はい。フィリピンスタイルエレベーター、エレベーターね。これ、これあ、エレベーター。ただの階段。エレベーターです。トゲ刺さんでこの辺。いや、ほんまやな。ちょっと天井低いな。ほんまやな。これ、危ない危ない。死ぬ死ぬ死ぬ。気持ちよさそうに猫の手、見て見てね。この体勢。ほんまや。猫の黄昏感すげえ。やば。どんな寝方してんの猫。え、なんか、きしんでない？めちゃくちゃきしんでない。で、わかる？マイケル、これ。感じる？え？ちょっと斜めってわかる？ほんまやな。ほんまや。こっち向いてるで。普通に立ったら。危な。の。すごいね。これ、これテレビとかもあるし。2階にもキッチンあって、全然もう普通の家や。2階めちゃめちゃ広いな。うん、広い広い広い。思ったり1階より2階ってこういう形してる家って基本なんか俺いつも思うけど1階より2階の方が綺麗っていう、うん、そういうのない？2階の方が綺麗あるかもあるかも、うんうん、外から見たらすごかったけど中すごいいい感じやな。うん、こことか見て普通のコンドミニアムタンスとかもあってコンドミニアム。いやいや、あれ嫌です。だったらいいよ。よくない普通は。いや、もうでもここは大体家賃とかHow much? Pay for? Three. There? Yeah, yeah. 3,000. $30. Who? Father, mother? My husband. Your husband? Yeah, how much you pay for building this house? What is the name of the house? The house is built for 30,000 pesos. The house is built for 30,000 pesos. The house is built for 30,000 pesos. Yeah, because my father and my brother to build it.すごいな。え、だからお父さんがこの家を3万ペソで作ったの。うん、すごくね。全部ね、お金が出しました。2週間って言ってたしね。え、2 weeks、yeah. すごいね、すごい腕建築士じゃん。いや、ガチで、うん、で、3万円でこの家建てれるんやったら作りたいもん。すごいやろ、これどう考えても。じゃあ、今はマンスリーではお金かかってないってことだもんね、自分の家が。そうね。で、これ電気代とかエレクトリックとかウォーターってのはHow much? エレクトリック、ウォーター。マッチ系ですか？払うですか？うん。あ、みんなこの、みんなが、マッマンプリム、1000円1着で。1700。毎月は、1700ペソです。毎月1700ペソやって。だから、家を3万ペソ建てて、まあ、毎月1700ペソって多分、まあ、多少の前後はあると思うけど、だいたい4000円ぐらいで、この家、毎月住めてるってことが。すごいな。ちなみに、この人たちは何してる人？ What do you do? Housewife.Housewife. Housewife. Take care of my baby. Housewife. How about your husband? Floris. Floris? Flower arranging.
For event, flower arrangement. Flower arrangement. Yeah, yeah. Arrangement. Like coordinator? Coordinator. Coordinator. イベントのコーディネーターです。フラワーコーディネーター。そうそう。だからそれは for wedding。え、そうなんすごいクリエイティブ。めちゃくちゃクリエイティブ。家も建てれねえね、ほんで。ほんまやな。ほんで今って仕事あるん？Now? Very small amount.あんまり今仕事ない。だからね、パンデミックあるだから仕事はありません。あ、そうなの。カソコビ。リコソコビ。コビコビ。なんで笑ってんの？リコソコビってなんで笑ってんの？でもね、あのフィリピン人の人たち結構あのコロナネタにする人多いから。コロナはビジネスやとかコロナはないとか普通に言うから。この人たちも一回聞いてみる。え、Do you believe コロナバイオレス？全員固まってる。あなたはコロナを信じてますかみたいな。え、今の俺そんな感じだった。ニュアンスで言うと、え、Do you believe about coronavirus? No? No? やっぱ信じてへんよ。ほんまやね。だからないと思ってんだ。だからコロナバイオレス is for business。business。ほらビジネスやろ。business。ビジネスで一番胸張って言った。これあれやん、こういうの。もうバーって引いてるけどさ、まあ、東電する人たちも多いわけやん、フィリピンで。でこの人たちはお金払ってるって言ってたから多分東電もしてへんと思うんだけど、こんな電気とかって誰に払ってどっから引いてきてんのかっていうのちょっと知りやがる。確かに確かに、うん、分かった。エレクトリックそうです。あ、分かった分かった。フィリピンの経営してるから多分、うん、あれちゃんと払ってると思うんだけど、どうやってこれ電気引いたの？コネクト朝までコネクトされてるんですけど、あ、ラインの、メインのラインの、うん、メインのラインのはそれタッピングだけ。ああタッピング、あ、フォーヒアのこれがある、アタッチがあって、ほんでメーターがこう上がっていって、メーターで、定位するって。あ、そういうことね。すごいな。すごいすごいよ、すごいね。ほんまに思ってる。あ、すごい。プラプラ。ちなみにこの集落っていうのはこの中に何人ぐらい人住んでる？ How many people? Deep 17Overall, in this house. Overall, 100 houses. 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 100 houses.いっぱいこどうも。それ多すぎだよ。ほんまに3000人やった。3000人。そう。一軒に対して30人いることになる。でもあれやで、日本人の感覚やったらありえへんと思うけど、もしかしたらベンの感覚やったらそれは普通な感じ。そうですね。そうなの。そうやん。100軒の家に3000人住んでるって思うらしい。すごいな。ところ、ところ、フィリピンスタイルは、あの、子供はところいっぱい、ところいっぱい。ベンは何を？あ？ベン何を？あ、もうそろそろ3人。あ、そうなの。あんまおらへん。ありがとうございます。Thank you. Thank you. Sorry, sorry, okay?10ピースを。あ、いいし。これ？うん。カレンディリアとか普通に中にあるから、すごいよな。すごいな。ガチでもう、スモールコンパクトシティみたいな。いや、マジで。コンロの中にセブンイレブンぐらいの。坊さんもおるし。おい、サブスクライブやる。マジで？あのやんのやぶっちょうさん、なさ KMGS。 知ってるって。俺も知ってるやったよ。ええ、マジで。フィリピン人の人にも知られてる。サブスクライブ知らんし、スラムで有名なんちゃう。サンキュー。ファンやからファンサービス。はい、バサ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 。サンキューサンキュー。めちゃくちゃ濡れてた。これ下結構危ないよな、うん、ホットとコールドって俺初めて見たけど、どうです？え、これホットってどれぐらいのホット？フォー、あれ？ヌードル？フォーヌードル？ほんまや、ラーメン作れんかな？女性の方、自分のコップね。はい、ハロー、あれでしょ？うん、男？
いやいや、だってたまにいるからさ、いやいやこっちではさ、それが普通やん、うんうん、だから分かりへん、確かに確かに。 How old are you? How old are you? Me? 26. Oh, 26. Oh. Me name oh, 26. Name mama. Name mama, right? No? Yeah, both name mama. No. Can I see inside? Yeah. Okay. おもう女性の人もすぐ家入れてくるから入れさせて、日本やったら捕まるで。いやいや、ガード入れすぎやお店、お店ね、小さいのお店。これ何?テキラ?テキラ?シュガー。シュガーなんや。シュガー。I'm actually drinking right now. え、you already? Yeah. いや、どんな朝っぱら飲んでんの? You wanna drink? ね? 飲む? フィリピンスタイル? ちょっと待って。お。はい、どうぞ。来たね。どうぞって、しかも日本語喋れるよ、この人ちょっと。少しだけ。少し。もう全部口紅ついてるもん。これ、あの、Do you have a cup?あざまん。Yeah, no, it's fine. We're COVID free. COVID free ってないってないからいけるぞ。あの全部に口紅ついてる。この口。That's a Filipino style. You have lips. 見てこれ、全部にリップついてるから。さすがにやばいやろ。ほんまやな。フィリピンスタイルちょっと反するけど、ちょっとこれ変えてもらう。そうやな。どうぞ。わあ、サンキュー。高いでしょこれ。高い高い。乾杯乾杯乾杯。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 アビバイ。あ、まだまださ、無理無理なもん。こう、大変なアパムバネやる。あ、まさか。おお。アムバネ。Very good, right? Oh. No. What you feel? What you feel? We are very good. Very good. Very happy because of you. Oh. Oh. Why because of me? Oh. Yeah, Michael, Michael. カメラマンまで。そう、カメラマンも飲まなかった。うちじゃないよ。まああのこの方からしたら関係ないから。Oh. Thank you.You don't have boyfriend? Why? Because you are very beautiful and cute. I don't know. I don't know. I don't know. You don't know. Nobody asked me, I think. Nobody asked me for a date. 今この人って一体何してるの?ここのオーナーさん? What do you do? Job? I mean job. This one? I know. I was a model. Opening I was a model. フードショップモデル。いや、フォトシュートモデルや。あ、フォトシュートモデル。え、モデルモデルない。今でも俺言ってフードショップモデルって聞こえる。え、あ、コロナの前はこの人モデルしてたよ。でも彼氏いないよ。You want to Japanese? Do you accept? Do you accept Japanese? Yeah. Of course.おーあげるあげるあげる。え、じゃあ、Do you have Facebook? うん、Facebook 持ってるやつ。あ、Facebook、Facebook。Is it okay? So, I show your Facebook on YouTube. No problem! すごいな。すごいな。え、and then, if you, なんていう、friend? Many, from many Japanese people, is it okay?No problem! No problem! すごいな OK! じゃあ、please show me your Facebook! もう来た、すげえ。うちで、セクシーすぎるプロフィール画像、これモデル、モデルやばモデル言うやんなすごいなえ、ガチで、is it OK ね To show your Facebook In the world OK! 拡大しろ、規模世界中から受け入れますよ世界中 OK! え、do you have Instagram?No. あの、Facebook だけ。OK。ほんなら、じゃあもし、この Facebook、あの、名前聞いてへんだ、その前。What's your name? Sakura。Sakura? Cherry。Cherry? Is it real name? Yeah。リアルネーム Sakura らしい。うっせやん。じゃあ、Cherry だ、リアルネーム。ごめん、間違えた。リアルネーム Sakura はないやろ。翻訳しても勝手に。OK。じゃあもし、あの、Cherry さんの、まあ、Facebook、ほんまに、あの、全然 OK って言ってるから、
これちょっと今まだ編集してへんから、まあ、YouTube にちゃんとこう公開するか公開せへんかちょっと分からへんけど、とりあえず欲しい方いたら僕のインスタグラムに DM してもらったら、うん、あのお伝えさせていただこうかなと思います。許可もちゃんともらってるんで、ということで OK? お願いします。 Thank you. Thank you. さきらちゃん Thank you. Message me. OK? ということでね、今ねこのIT パークの横にあるこの集落に行ってきたんですけども、なんか想像してたのと全然違った。家はまあどんな感じの家があるんやろなっていうのとか想像できたけど、あの中にあんなコンパクトシティっていうか、なんかカレンデリアとか、まあ、いろんなあったやん、ロトとかもあったやん、なんやったら、まあ、すごくない？分かってる、分かる？通じた？で、あんなさちょっとだけちょっとゆっくりね、スローリーね、うん、まあ、あのベンに、ね、あの対してこれ似てるわけじゃないから全然あのそのままのペースで行かせていただきます。それも分かってる。ベン、データ、ハウマスグッチあ、ビシッ、あ、うん、うん、あ、It's very amazing、うんうん、とても amazing ですよ。いっぱいの中で住んでます。でもちっちゃいの町だけでもいっぱいの人です。 So amazing、うん、Sakura さん I like cherry。 それはあかんやろ。何それ、奥さんおるやん。はい、みんな動画見てくれてありがとうございます。この IT パークのこの場所前からめちゃくちゃ気になって今回行ってきたんですけども、皆さんどうでしたか？またねセブドレなんか気になる場所とかあったらインスタで DM ください。あのチェリーちゃんのやつもね